株式会社ピーチジョーンとモンサンクレールオーナーシェフの辻口博信氏と共同で、タカラトミーは手作りアクセサリーキットデコッティを製品発表しました。シリーズで4種目となるカップケーキは、大きいサイズのものと小さいものがそれぞれ1つと、大小サイズのチョコレート2個、デコレーション用のラインストーン、デコッティ専用クリームとデコレーションパーツで、ユーザーはこれらの道具を使い自由にアクセサリーをデザインできます。5月に最初に発売された第1弾はマカロン、タルト、プリン全3種類で、これらを含めさらにデコレーションの幅が広がりました。今回のこの商品は何といっても数が増えていることですね。前回の第1弾です と、大小1個ずつしか作ることができなかったのが、今回大小各2個ずつ作ることができます。サイズも小さくなって、このような可愛いカラーリングになっているので、2、30代の女性が本当に好きな可愛いピンク色の要素というのがこの商品に入っています。このアクセサリーキットからユーザーは自分好みのデザートアクセサリーをキーチェーンや携帯ストラップにつけることができます。他にも鏡やケースの蓋、指輪やイヤリングの飾りとしても使えます。この商品のターゲットは2、30代の大人の女性をターゲットにしています。今回は本当に前回のものより小さくなったりですとか、より可愛らしくなったので、このような小さいサイズのものを携帯電話につけたりですとか、自分で作ったものをお友達にプレゼントしたりですとか、いろんな楽しみ方ができますので、ぜひ大人の女性の方にこの商品を楽しんでいただきたいと思います。この製品は税込みで3150円、ピーチジョーンから10月27日に発売される予定で、タカラトミーからは11月27日発売予定です。2009年末までにタカラトミーは10万個の販売を予定しています。 Digging for News